ともある。でその方法論を理解した上でもう一度ですね、ここに引きましたの、第4輪廻の変国の詩を見てみますと、2行目にですね、4輪廻とありまして、それのVidi il maestro di color che sano、 そのマエストロ・ディ・コロールというので、その通り訳せば知者のその師匠、こういうことでよろしいんですね。知者の師匠ということが字通りの意味なんですが、しかしそれは実際誰を意味しているかというと、大文字で書いてあることで分かりますように一人の人、アリストテレスを意味するんですね。だからそれはマエストロの中にアリストテレスって意味ありません、ありませんけれども、そういう下のフィロソフィア・ファミリア、哲学者の家族のような中で知者のマエストロと言われる人ならば、これはアリストテレスだと、こういうふうに理解していかなければならない。そして、そのそばにソークラテスやプラトンがいるとこう書いてあるということで、字の通りはその通りなんですけども、そういうことを言っていることを見ると、一番尊敬するアリストテレスのそばにいるソークラテスとプラトンはダンテが大事にしている哲学者なのだ、だからソークラテスのような倫理学とプラトンの言っているような形状学とが非常にダンテにとっては大事な学問なのだということをこう理解していくことが非常に必要だと、こういうことになります。でそのためにちょっと、この輪廻のことが出ている、つまり第4局の地獄編第4局の135以下をちょっと見ていただきますと、135プラトーネオミキの次は世界の偶性を解けるデモクリット、またジオジェネス、アナッサゴーラ、ターレ、エンペドクレス、エラークリト、ゼノーネ、みんななんかちょっと聞いたような名前ですけども、これはあのデモクリトス、ディオゲネス、アナクサゴラス、ターレス、エンペドクレス、ヘラクレイトス、ゼノーと、こういうふうにして言われている人たち。で道徳を解けるセネカと、まあ、道徳を解けるってなってますが、セネカモラーレとこういうふうに言われておりますので、セネカモラーレ、すなわち道徳を解くモラル、モラル、モラリストのセネカっていう意味でしょうね。ですからこうやって見ますと、その世界の偶性を解けるこういうデモクリトスとかそういうような人たちが並んでますけど、そういう人たちよりはプラトンやソクラテスの方を群れに先立ちてアリストテレスのそばに置いているということは、こういうあの自然哲学者よりもプラトンや、ソクラテスの方を大事にしているのだということで、ダンテの思想もそこで分かってくると、こういうふうになります。でそれが最も、激しく出ておりますの、激しくというのはおかしいですが、印象的に出ておりますのがこの28課 の、 その、ベルトラム・ダル・ボルニオの様子だと思います。これを、まあ、見ますと、もう一度これ見てみますと、イタリ語を見ますとですね、イオビディチェルトエダンコルパルキオルベッジャーっていうので、私は確かに次のようなものを見たんだし、その見たのが今もなおまざまざと、マナカイに迫ってくるというので、非常に印象強く見たんですね。それは何かというと、ウンブストセンザカポアンダール、すなわち首のない胴体が歩いている、シコメアンダーバン
gli altri della trista Grecia、 すなわち悲しい群れ、他の人々の悲しい群れが歩いているようにさまよっているのを見た。それがウンブストセンザカポアンダール、すなわち首なき胴体が歩んでいる姿。そしてそれは結局どうだったかっていうと、手で持ってですね、髪を引っ張ってディ・ラテルナ、ちょうどギッザ・ディ・ラテルナ、ランテルナ、イタリア語ランテルナですね、すなわち、提灯のようにその髪をぶら下げて歩いているという、その恐ろしい姿っていうのは何のためにあるのだろうと。でそれは首が切断されているっていうのは、本来一つであるべきものが二つにされているというようなことから、その、ここでは本来一つであるべきものが、例えば夫婦とか、あるいはその師弟とか、それから親友とか親子とかっていうものを、いろいろな画策で自分の利益のためにこう引き裂いていったということが、どんな大きな罪であるかっていうのは、ちょうど一人の人間がそんな目にあったらどんなに苦しいだろう、惨めだろうかというのと同じように考えているということで、ダンテにとって、友愛とかですね、師弟の関わりとか父子の関わりとか、そういう人間のフィリアによって結ばれる、あるいはアミキチアによって結ばれる状況っていうのは非常に尊いものと考えていたのだということが分かってくるというふうになりますと、確かに我々はこの慈悲通りの意味を知って、慈悲通りの姿の恐ろしさを知ると同時に、それが意味しているもの、首が切られて持っている、本来一つであるべきものが二つになっていることじゃないか、そしてそれはどういう意味を持つんだろうと、こういうふうに考えていくと、本当に死の重い意味も優れた意味も分かってくると、こういうことで、その地獄の無残な光景っていうのが、その姿なしにはダンテの考えている崇高な考えが理解しにくいものだということですから、ただそれを見てですね、こういうことをあんまり青年たちに読ますと青年が首を切るようになるんじゃないかとかですね、そういう恐ろしい図柄をわざわざ読ませる必要はないだろうなどというふうなことは出てこないだろうと思うんですね。でかつて、私どもの年代のものが教わりました先生方っていうのが、ちょうど和辻哲郎先生とか井出隆先生とかという、あるいは西田喜太郎先生とかっていう年代でございますが、そういう方々の先生だった人に、ラファエル・ケーベルという学者がおりました。ラファエル・ケーベルで、このケーベル博士はその随筆集が岩内文庫にも出ておりますので、お読みいただけると思いますが、その随筆集の中に、小説を読むと堕落するという人がいると。でもそういう人は初めから堕落するんだと言ってもいいぐらいですね、堕落の恐ろしさのようなことも書いてあるし、堕落しなければならないような弱いところを人間はみんな持っている、小説を本当に読んで、堕落をした人を私は一人も知らないと、こういうことを書いておられますが、本当にこうダンテのこういうものを読んでですね、残虐になるとかそういうことは絶対にお考えにならないで、そしてこういうものをむしろ読ませるようにしなければならない。ただ読むときに
どういうふうな意味がそこにあるのかということを理解していかなければならない。それで先ほど解釈というのはああいうふうなものだということを簡単にお話し申し上げましたが、解釈はですから絶対にですね、意味付与ではないんです。あるものに意味を与えることが解釈ではありません。意味付与っていうのは自分が持っている意味を作品に与えるんですね。で、そういうことで解釈だと称する人はたくさんいますが、それは冒涜も甚だしいと思うんです。ダンテのような偉大な人に向かってですね、自分が考えている考えを与えるなんていうのは本当に冒涜も甚だしい。そうではなくて意味の発見です。ダンテはここで何を言っているんだろうと、そしてダンテに教わるという、そういう姿勢が出来上がった時に本当の解釈ができてくるんだということを今日の、結びの言葉にしたいと存じます。で、その意味付与と意味発見はなかなか自然科学の実験のようにはっきりと、これが意味付与だ、こっちが意味発見だというふうにはっきりと物でお見せすることはできないんですが、仮にダンテが言っていること、正義のために地獄は作られているのだ、だから、地獄を通して私どもは何を発見しなければならないのかと、何を考えなければならないのかということをすでにダンテは教えているんですね。神の正義を地獄を通して知れとこう教えているんです。それをもしもこの 図柄を見てて、図柄って言いますか、このボルニオのことを歌っているところを見て、ダンテは残酷なその姿を見せている。ダンテのようなこの残酷な文章を読むと人は犯罪に走るだろうというようなのが意味付与だと思いますね。勝手も甚だしいと。ダンテは何のためにそう書いているかということをよく学んでみて、ダンテに教わる必要があるだろうと、こういうことでございます。で、私は、特に地獄編を大事なものと思って、3回の予定を4回にいたしましたのはですね、同じその残酷な姿というの、例えば最近のテレビジョンなどで探偵小説なんかの時にはその残酷なシーンとか死体とかを見せるというようなことがございますが、それと同列ではないということを、読むことによって、理解していただきたいと思いますのと、それから最近のいろいろな残酷な事件を知るにつけても、この地獄の姿というのが決してそういうものと、通うものではないということをご理解いただきたいと思って、解釈のことも申し上げた次第でございます。意味付与ではなくて意味発見であるということ、ダンテに教えるのではなくてダンテから学ぶのだということを私どもは忘れてはならないのではないかと思います。それでは あと質問の方です。ありがとうございました。